8月20日、テニスの、ウエスタン&サザン、オープン、男子決勝戦が行われ、第7シードの、グリゴール、ディミトロフが、世界ランキング23位の、ニック、キリオスを、6-3、7-5 のストレートで入り、優勝、ATP マスターズ大会で、初となるタイトルを獲得した。ディミトロフにとって、初優勝がかかった決勝戦。第1セット、両者互いに、キープを続ける展開が続くも、キリオスのミスを誘ったディミトロフが、6ゲーム目にブレイクを奪う。その後も、強烈なサービスでリードを保ったディミトロフが、このセットを先取する。続く第2セット、サービスキープが続く中、11ゲームで、3本のダブルフォルトを犯したキリオスに、ディミトロフが、ブレイクに成功。最後のゲームで、サービング、フォー、ザ、マッチを迎えた。ディミトロフが、キリオスを抑えて、優勝を勝ち取った。試合時間は、1時間25分。今大会は、アンディ、マレーやロジャー、フェデラー、錦織圭、昨年覇者のマリン、チリッチらが、怪我のため、欠場。スタン、ワウリンカ、ノバク、ジョコビッチもまた、怪我のために、今シーズンの残りの大会を、すべて欠場し、長期休養に入っており、トップ選手らが欠場と、波乱の幕開けとなった。また、優勝候補の、シード選手らも、早期に敗退となっている。先日のシティ、オープンで、ツアー今季4勝目で、通算5勝目を挙げた、第4シードの、アレクサンダー、ズベレフは、連戦の続く疲れのせいか、2回戦で、ワイルドカードで出場の、フランシス、ディアフォーに敗れ、初戦敗退、今シーズン好調で、次世代のナンバー1候補の、ドミニク、ゲーム23、オーストリア、は、準々決勝で、世界ランキング31位の、ダビド、フェレールに、ストレートで敗れる。昨年の長期休養から復活し、再び世界ランキング1位の、座に返り咲いた、第1シードのラファエル、ナダルもまた、キリオスに、ストレートで敗れ、準々決勝で姿を消してしまった。優勝したディミトロフは、2回戦で、フェリシアーノ、ロペス、3回戦で、ファン、マルケン、デルポトロ、準々決勝で、杉田雄一、準決勝で、ジョン、イズナーを下して、決勝に進出し、安定したサービスで、初戦から、1セットも落とすことなく、頂点に立った。この優勝で、ディミトロフのランキングが、2つ上がり、9位に浮上。その結果、現在、今シーズンの残りを欠場し、長期休養に入っている錦織が、10位と、5つランキングを下げた。表彰式でディミトロフは、ただただ嬉しい。それ以外に言いようがない。ここで最初のマスターズ戦の、トロフィーを手にできたことを、心から光栄に思う。と喜びを語った。